第2球を投げた、打ちました。セカンドボールを取る、ファーストへ送る、アウト、ワンアウト。右バッターボックスは3番カブレラ、ここまでヒットは1本。さあ1球目、インコース高め、ストレート決まってストライク。さあ2球目、スライダーストライク。さあ追い込まれました。第3球を投げた、インコース詰まらせた、ファールグラウンドで取りました。カブレラ、詰まった当たりのキャッチャーファールフライに終わりました。さあ1球目、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。さあ次の投球です。打った、左中間へ、大きいぞ、打球はそのまま伸びていく、レフトセンターに送った、ホームラン、ホームランです。ソロホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった。ファルケンボーグ、がっくりと肩を落とします。右バッターボックスは5番フェルナンデス、今日はまだヒットがありません。打った、ライトへ飛んだ、柴原バック、ライトを見上げた。9対5、バファローズリードを4点に広げました。打ってから平凡な当たり、ショートボールを掴んだ、一塁へ、アウト、これでスリーアウト。8回の表が終わって9対5、オリックス2点を追加しています。ここでタイムを取りました。菊池原登板、レスター今日3番手としてマウンドに上がります。これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは5番小久保、ここまでヒットがありません。外角高め直球ストライク、ワンナッシング。さあ2球目、おシンカー外れました、これはわずかに低いか。第3球を投げました、打ちました、塩崎ボールを取った、一塁送球アウト。小久保今日ここまで4打数ノーヒットです。バッターは6番アギーラ、ここまでノーヒット。第1球を投げました、インローを見送ってストライク、まずは初球決めてきました。投げました、打った、後藤掴んだ、一塁送り、アウト。バッターは7番柴原、ここまで1安打。さあ初球打ちました、ファールボール。さあ次の投球です。低めわずかに外れて、ボール投げました。第3球目はボール、柴原集中しています。直球ストライク、外角高め、ツーストライク、ツーボール。さあ5球目、ストレート打ちました、ヒット、ライト前ヒットになった。さあ2アウトからのランナーが出ました。投げました、ストレートはボール、まずはインコース。第2球を投げました、シンカー決まってストライク。第3球を投げた、打った、レフトボールを掴んでアウト、スリーアウトチェンジ。ファーストランナー残塁。8回の裏が終わって9対5、オリックス4点リードは変わりません。ここでタイムがかかります。ファルケンボーグマウンドを降りまして、ニセ今日4番手としてマウンドに上がります。さあいよいよ最終回に入ります。今日2本のヒットを放っている後藤、打ちました、初球打ち、飛んだ、ボールを掴んだ、ファーストへ、アウト、ワンアウトです。ここまで2安打の塩崎、あーとまた初球打ち、取りました、塩崎、初球打ちはショートライナーでした。今日2本のヒットを放っている日高、第1球を投げた、真ん中ストライク、初球まずは入れてきました。第2球を投げた、アウトコースわずかに外れて、ボール、打ちました、ヒットになります。バッターランナー一塁回って二塁を狙うか、ボールは中継、日高ツーベースヒットを放ちました。今日3本のヒットを放っているダロッカ、1番サード、投げました、低め張ってよ。さあ2球目、外角低めいっぱい、ストライク、フォークボールを使ってきました。投げました、直球ボール、内角低め、バッティングカウントから投げました、高め、判定はボール。第5球を投げました、ストレートを打った、センター前ヒット、センターバックホーム、セーフ、バファロー
リードを5点に広げました。ダロッカタイムリーツーベース。今日3安打猛打賞の坂口。2番センター投げました。フォークはストライク。まずはアウトコース低め投げました。インコース詰まった、取ってアウト。3アウトチェンジ。9回の表が終わって10対5、バファローズさらに1点を追加しています。ソフトバンク、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番高谷。ここまでヒットは1本。インコース引っ張った。ファウル。くれぐれもご注意ください。さあ3球目打った。ファウル。第4球を投げた。カーブ見送ってボール。打った。少し詰まっているか。ファウルボール。インコース低め見逃し三振。バッターはトップに帰って飛んだ。今日はまだヒットがありません。投げた。直球ストライク。第2球を投げた。高い球打った。ショート取った。ファーストへ送る。アウト。さあいよいよあと1人。投げました。シンカーはストライク。投げました。第2球目はボール。シンカー決まった。ストライク。さあ次の1球が最後となるか。追い込んで投げました。打ちました。あっと落とした。落とした。一塁アウト。試合終了。今日のハイライトシーンです。お伝えしてまいりました試合は福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズ10対5、オリックス勝ちました。実況担当川地直樹で福岡ヤフージャパンドームからお伝えしました。